岡県の魚市場。ここではある不思議な水に注目が集まっています。この水に魚を浸すと腐りにくくなるのです。例えばサバ、通常は1日経つと腐り始めますが、ここに10分ほど漬けるだけで2日間ぐらいは刺身で食べれる。これは5日後の魚の変化です。水槽に漬けたものは漬けていないものに比べ鮮度を保っているのが分かります。この水には10億分の1メートル、つまりナノレベルの目に見えないほどの小さな泡が混ざっています。こちらが泡を作り出す専用の機械。水1ミリリットルあたり数十億個の窒素の泡を出していきます。通常水中の泡は水面に浮いて消えますが、この泡は極めて小さいため浮力の影響を受けず水中に残ります。窒素の小さな泡を含ませると水中の酸素の濃度が低くなります。酸素が少ないことで雑菌の繁殖が抑えられるため魚が腐りにくくなるのです。こうした極めて小さな泡はウルトラファインバブル、またはマイクロナノバブルと呼ばれています。この泡を作る機体を変えることによって他にも様々な用途で使うことができます。こちらのトマト農家では窒素ではなく酸素の泡を注入した水が使われています。この筒の中に軟黄という微生物が住み着いているんですけれども、微生物はですね、やはり酸素がないと生きていけないわけですよ。多くの酸素を土に送り込むことができるため微生物を活性化させ養分を多く含む土壌を作ることができます。また泡は小さいため根に吸収されやすくなります。その際栄養分も一緒に吸収され成長が進むのです。この泡を使って栽培したトマトは通常の栽培方法によるトマトと比べてみると葉が多く茂り成長が進んでいることが分かります。トマトの収穫量は2割ほど増加しました。そして今泡の新技術は医療の分野でも注目されています。この研究所では泡を作り出す専用の機械を小型化し治療に使える泡を作り出すことに成功しました。命に関わるような、バクテリアあるいはウイルスに対する効果がありまして、その細菌をやっつける。でも人はやっつけない。大腸菌やサルモネラ菌、さらにインフルエンザウイルスなどにオゾンの泡を含む水を使い死滅させる効果が期待できます。農業、工業、環境、医療、あるいはその医療にも関係しますけれども、ヘルスケアとしての食料品加工、そういうものの全てに使うことができる。日本初の技術、ナノサイズの泡、私たちの生活を変える力を秘めています。